もの、まーちゃんです。心の力ということで、今日のお題は認識力の養成。まあ他にもありますけど、まあ最初の出だしは認識力の養成ということで、天風先生お願いします。今日の人々はいたずらに知識のみに重きを置いて、そして知識を増やすこと、磨くことばかりを努力していて、認識力の養成ということをおろそかにしている、認識力の方を置いてけぼりにして知識ばかり解いていると、学べば学ぶほど苦しくなり、極めりゃ極めるほど迷ってくる。なぜかというと、正しい知識を分別する力がなくなっちゃう。どんなに学問を勉強として知識内容量を多くしても、心の持つ認識力というものが優れないと、本当の人生、幸福というものを自分のものにすることができない結果が来るんです、もし知識だけ磨いて人間が幸福になれるなら、学問を一生懸命勉強した人はみんな幸福になれそうじゃないか。そして学問を勉強しない人はみんな幸福であるべきはずだが、そうじゃないでしょう。会期100万遍理屈ベラベラ言うやつが、案外人生をのたうち回って生きている場合が多い。はい、先生ありがとうございます。そうですね、私もまあ、死ぬまでですね、知らない知識がないほど、たくさん勉強したいな、いろいろ知識を身につけるというかね、知りたいなっていう思いはありますけれども、ここで認識力の養成というものですね、すごくわかるような気がしますね。まあ言い方悪いかもしれないですけど、こう学力が、ね、ないというか、その勉強知識の広さがない人、まあ結構いらっしゃると思うんですが、それでもね、なんていうのかな、意外とやっぱりそういう人はその一瞬一瞬を一生懸命生きているというか、情味があるというか、楽しそうにしてたりしますよね。まあそれが自分の世界なのかもしれないですけど、そのグループ内だけでね。でもまあ人の価値観としてどちらが幸せかどうかは分かりませんけれども、どうなんでしょうね。ただ学問を一生懸命勉強すれば幸福イコール幸福というのは、ちょっと案外それは私もちょっと違うかなとは思います。ただ人生の選択肢が広がって、で幸せの方向へ行けるのかなという認識ではいますけどね。まあそこら辺はね、私も今後の課題としてね、人として、
そうですね、まあ知識は知識としてあっても、正しい知識を分別する力ですね、うん、そしてその認識力というものを高めていかなければいけないなと思いました。はい、では次お願いします。はい、渦巻くたゆまず屈せず。はい、私がこんな研究しにくい学問を研究したのは、したんだ、科学の研究と違って哲学の研究というのは主観断定の論理施策ばかりですから、文献交渉もなきゃ、ただもう考えて考えて考え抜いていくだけの努力だ。それを未だに捨てないのは7つの時でした。花合わせの札でもって小野東風が傘さして、カエルが柳に飛びついているところの絵を見て、いつも不思議に考えた。子供だから何だろうと思って、それで母に聞いたら、小野の東風という人はお公家様なのに字が下手で学問がなくて歌が下手、悔しいけれど生まれつきできないんだと諦めて、ある日雨上がりの庭を散歩しているとカエルが柳の葉に何べんも飛びついちゃ落っこって、バカなカエルだなと見ているうちに、何十回かの後にひょいと飛びついたのを見て、あっと思った。それから一生懸命に踏まずたゆまず屈せず歌道、まあ歌道に精進し、書道に精進して、ついに日本一の人になったっていう話を母に聞かされたことがあるんです。子供心というものはありがたいもんだね。こういうことを研究しだしたのは、研究しだした後も時によるともうダメだと思うことが何遍かあるけれど、ひょいっとすぐそれを思い出す。いいですねこれ。うまずたゆまず屈せずだって。だから不可能はない、不可能はあるかもしれない、まあものによってはね。だけどね、精進して、ね、学習して精進していくことで、それを超えることができるという諦めない気持ち、一番になりたい気持ち、上手になりたい気持ち、そういう気持ちが大谷翔平選手みたいになるのかなとちょっと思いますね。だから私もやっぱり歌でも何でもそうですけどね、やっぱり諦めないというものと徹底的に追求するところとかね、やりすぎなところまでやっちゃうんですけど、でもそうもしないとやはり自分で理解ができないというのはすごく、悔しいというか、
何か対等で話がしたい、そういうのもあるんだなとまた新たな発見もしたい、そういう気持ちがすごくあって、すごく学習が大好きですね。まあやっぱり精進するっていうのもそれに含まると思うんですけども、だから YouTube もね、登録者数が伸びませんけども、まあ内容はいいものをこう提供しているつもりですが、まあそれが日本人には伝わらない、まあそこをどう攻略するか、それとも自分の行い、正しいと思う行いを貫き通すか、周りの声に惑わされるか。この前ブッダのあの動画を見ててね、すごく思ったんですね。どっか自分に、ブッダが言ってた中で、やはりどっか自分に見返りというもの、自分ではないつもりだったんだけれども、寂しさとか、基本的に寂しさがすごく強くて、でその寂しさって見返りなのかもしれないな。例えば動画でこう配信してね、500人到達すると、その見返りとしてこう広告がついたりとかですね、そういうご褒美があったりするんですけども、まあ今の時代に合わせたものだけを配信すれば、もしかしたら500人は突破するかもしれないですし、ただ私は逆行してますので、この逆行している、こうある意味時代の先取りではないですが、いずれみんなここにたどり着くところだとは思っています。でもだからといってそれをやめて、今に合わせて逆行しだした時にそれをやるっていうこともできますよね。でもそれをしたら、それまで合わせてその登録者数を伸ばすっていうことだけの時間をやるって、ちょっと無駄なようにも見えるんですよね。それだったら逆行してて時代がついてこなくても、これを徹底的に追求した時には時代が追いついてきたら一番になれますよね。なんかそういう感じで、まあ自分と、自分の心と照らし合わせたりね、自分と会話してみたりして、悩むとこまでいきませんけど、ちょっと考えてみたりもしたんですけどね。やはりブッダのお話があるように、やっぱり腑に落ちるんですね、ブッダのお話って。なんで私はこれでいいと思って、まあ奉仕する気持ちと慈悲の気持ちで、いつか、花開けばいいなっていう感じでね、動画配信していきたいなと思います。まああまり間違ったことはしてないとは思いますしね、楽しいことを本当はしたいんですけど、なぜかね、文献とかそういう資料とかの中になると結構ね、真面目な話意外と多いんで、あれですけどね、ところどころさよならさよならさよならとかってね、やってるんですけど、まあでもさよなら